新党日本チャンネルへようこそお越しくださいました。新党日本代表を務める参議院議員の私田中康夫です。皆さんすでにご存知のように、このアジアの一員であるミャンマー連邦においてサイクロンが、そしてまた中華人民共和国において大きな地震が発生をし、数多くの方々がお亡くなりになり、あるいは傷つき、あるいは今なお行方不明の状態にあられます。人道的というようなことをことさらに通常マスメディア、あるいは政治の世界では扱いますが、こうしたおざなりな人道などという言葉を超えて、私たちはやはり一人一人の生命、そしてその人々の悲しみや憤りや嘆きというものを希望や喜びへと変えることこそが政治であると考えています。こうした中、本日5月20日の夕刻、中華人民共和国の駐日大使館、港区の六本木ヒルズからほど近い元麻布にあるこの大使館を訪れ、講師の江源雄さんにお目にかかりました。そしてまたその後、北品川の御殿山と呼ばれる一角にあるミャンマー連邦の大使館にも伺い、駐日大使のラーミンさんにもお目にかかりました。それぞれ一刻も早い、国家がというよりもむしろそこに暮らす人々、国民であったり、あるいは人民であったり、市民であったり、さまざまな呼び方があると思いますが、こうした方々が一日も早く一人一人が自律的に踏み出す、こうした社会が訪れることを願って記帳を行い、そしてまた新党日本としてそれぞれ大変少ない金額ではあるかもしれませんが、私たちにより良い社会を作ってほしいということでサポーターになっていただいている、こうした方々からの、サポーターの費用の中から、私たちの判断でそれぞれ100万円という金額を両国の大使公使に手渡しました。皆さんご存知のように、私は阪神淡路大震災の時に地震発生4日後から 50cc のバイクに乗って、被災地阪神間の神戸市を中心とする地域を約6ヶ月近くにわたって回り、最初はお水や野菜ジュースを届けることから始めましたが、その後一人一人が自律的に子供を亡くして、あるいは家を失っても自分が自ら立ち上がっていくように、一本の口紅、あるいは一枚の下着、あるいは靴下をお渡しする、こうしたことから始めました。そしてそのことは避難所から仮設住宅に移り住んだ後も、人々と私が訪れてお話をする中で、一人一人の心の中にあるものを吐き出してもらい、そして自らが自律的に、自律の律は立つという字ではなく自ら律する形で元気になっていただくということを一人のボランティアとして行ってきました。これは神戸震災日記という新潮文庫にもなった本にも詳しく記してあります。そしてまた私が山国長野県の知事を務めていた時も、お隣の新潟県で大きな地震が起きました。この時も翌日から私たちの当時の県の職員がの中で自ら手を挙げた者が5人1組になって、避難所にも伺うことができない、例えば自分の動物愛犬がいるので避難所に行けないので半分傾いた家にいらっしゃる、あるいは足腰の不自由なそうしたお年寄りのところをまさに御用聞きのように回るという形、そして避難所が出来上がった後も、全国からある意味では義援金という形を新聞もテレビも、大きな太鼓を叩いて集めます。我が局の我が新聞社の義援金にと言いますが、しかしこれは義援金の協会というものができ、ここは往々にして多くの、行政機関の人たちが入るので、そのお金の使い道が定まるまでに大変時間がかかります。新潟の時も私は神戸での経験を生かして、お隣の新潟県の県知事に許可を得て、長野県独自に募金を集めました。この時も多くの地元のマスメディアや議員の人たちからは、なぜ県が独自に集めるのだと言われました。しかしこれは私の神戸における経験、
神戸の時も多くの義援金は新聞社やテレビ局が集めたものはみんなすぐには使い道がわからない義援金の日本赤十字を中心とする、そして行政機関が数多く入った協会で決めていく形でした。ある意味では避難所になっている小学校で寝泊まりをしているボランティアに、このボランティアは信用できると取材していた新聞記者やテレビ局員が思い、そこに10万円を義援金の中から渡せば、この10万円で皆の焼肉をするための鉄板を買い、バーナーを買ったりすれば、これは10倍、20倍の価値になるということです。そのことを身をもって経験をしてきた私は、知事として隣の県の知事の許しを得て、そして義援金を集め、そしてこの中から地域の人々にまさに、例えば冬になって、結露ができます。仮設住宅が実は雪が降る場所なのに三角屋根になって平らで、上にヒーターも入ってないので多く雪が積もってしまう。そして多く建物の中に結露ができるというお話を聞いて、こうした義援金の中から食べ物等の支援だけでなく、最後には避難所の全てのお家に除湿器というもの、それも手渡しで私の当時のスタッフたちが一軒一軒お届けをするということをしました。無論私が仮にビル・ゲイツであったり、あるいはものすごい大金持ちのオイルダラーであったりするならば、一人一人に家を建てるためのお金を渡せるかもしれません。けれどもそうではない時に、一人一人がどんなに悲劇があっても自立をしていく上において、一本の寒い中口紅を塗ること、歯磨きをすること、伸びたひげをひげ剃りで剃ることによって、あるいはそうした結露ができてしまう仮設住宅で自分だけ置いてきぼりになってしまってんじゃないかと思われて焦燥感や絶望感を抱かれている方々に、そうした除湿器をプレゼントすること、それは決して、よく言われる札束やあるいは物で、他の国をあるいは弱い人を引っ叩くような利益誘導型の公共事業であったり、あるいは、そうした利益誘導型のですね、欧米を中心とする国が行うですね、外交帝国主義的進出とは異なるものだというふうに私は常に基本から思っていました。大変に今は国会というものが会期中で、私が自ら例えばミャンマーの地やあるいは中国の地へと避難所となっているところへと伺うことはできません。しかしそれは私が一ボランティアであった時には原稿をパソコンやファックスで送りながら神戸の地に週3日4日5日入ることができました。そして知事であった時には長野市にいながらも多くの職員にそうしたものをお届けするだけでなく、あるいはおはじょな号と呼ばれる移動絵本図書館の絵本をたくさん積んだ車を県内を回るスケジュールをキャンセルあえてして、そして避難所の地域を回って避難所の子どもたちにまずは画用紙とクレヨンで怖かった絵、その中でも犬が生きていて嬉しかった絵、そうしたものを描いてもらい、それにふさわしい絵本を教育委員会の者が読むという形をしました。今回も温家宝という首相、そしてまた胡錦涛という国家主席、温家宝首相は初日にまさにその激震が走った地域を訪れています。それはリーダーというものが現場に出かけて、そこで人々を冷静に鼓舞させるが、もう一人のリーダーである胡錦涛氏は国全体、国家全体の中でどのようにこの難局を乗り切るのか、人々を助け、そして、人々の食べ物をはじめとするロジスティックスもどうするのかという議論をする。温家宝氏が逆に北京に戻った時には、代わりに胡錦涛氏が入る。私はこれこそは的確な認識、迅速な決断、明確な責任というともすれば日本の政治家や官僚にはない形であったと思っています。日本も阪神淡路大震災の時には会議をしているばかりでした。リーダーの顔が見えないと村山富市氏のみならず、当時の自社社政権の人々は非難を受けました。今回の中国も、多くの現場においてはまだ前例踏襲、前例がないという形の官僚機構が厚い壁としてあったかもしれません。しかしそれに対して温家宝という首相、あるいは胡錦涛という国家主席が自ら決断をして行動するということによって、この悲しみの中において、古い意識であった官僚機構というもの、あるいは軍隊というものが変わっていくという形になっていると思います。新党日本はこうした人間の
悲しみを喜びにするということにおいては、イデオロギーであったり、あるいは国情の違いというものを超えて、まさに、原爆というものを体験をしたこの日本というものが率先をして行わねばならないと思っています。昨年の新しい日本宣言という参議院議員選挙における私たちのあえて公約と言っていますが、マニフェストと世間では言うものの中においても、憲法の9条の第3項として新たに、まさに天変地異、地震であったり津波であったり、あるいは大きな火事であったり、あるいは内戦状態であったり、飢餓であったり、こうした時には真っ先に日本から、かつてのドラマサンダーバードのように真っ先に駆けつけて、そしてそこで人のために医師であったり看護師であったり、あるいは救命士であったり、さらには栄養士であったり、あるいは復興のための資材であったりを届ける、こうしたことを日本は行い、そのことによっていかなる状況の場所においても日本が真っ先に人々のために旗を立てるということではなく、人々の心の中に灯火を燃やすために駆けつけるということが必要であるということは、これは皆様ホームページ上の新しい日本宣言の中でもお読みいただけると思います。こうした新党日本は5月20日の日、中華人民共和国の日本における大使館を訪れて、講師の高元雄さん、そしてまたミャンマー連邦の日本における大使館を訪れて、ラーミン大使にそれぞれお目にかかり、記帳し、また皆さんのサポーターからのお金を元にして、それぞれ100万円をお渡しするだけでなく、むしろ私たちができること、それはミャンマーにおいても、かつて全日本空輸はミャンマーのヤンゴンに直行便を飛ばしていた国です。そしてミャンマーは大変に長い歴史の中で、ミャンマーのお前のビルマというものが解放されたのも日本との交流支援の中においてでした。そして日本はミャンマーにおいてもかなりの経済的な緊密な関係を結んでいたわけです。このミャンマーにおいても中国においても、より民主的にならねばならないという大きな課題があり、それをこれからのリーダーが具体的に実現をしなくてはなりませんが、そうしたことを踏まえてなお、現在のミャンマー連邦あるいは中華人民共和国における、そこに暮らす国民、人民、市民、人間というもののために、新党日本は日本という私たちの暮らす国が真っ先にサンダーバードのように貢献をしていく、このことが必要であり、そしてそれは、救出活動に出かけた人々、あるいは医療活動に出かけた人々、一人一人がそのようなことを思ってらっしゃる。願わくは現場に出かけたマスメディアの新聞のみならず、テレビの人々も常念的な報道を超えて、時間とともにそこにおいて、中国においても多くの人々がボランティアとして馳せ参じ、そして人間として立場のを超えて貢献をしているということを、より日本の中において、そのミャンマーや中国のことを遠い話だと思っている人々に対しても的確に迅速に伝えてくださることを望むところです。新党日本チャンネル、本日はミャンマー連邦、そして中華人民共和国のサイクロン、そして地震の悲劇に対しての新党日本の考え、そしてまた行動というものをお伝えしました。